この、塀の、向こう側に鎌倉大仏さんがありますが、この、困った場所にこういう記念碑があります。ジャワールデネ、ジャワールデネ前スリランカ大統領のですね、この顔もしっかり入った記念碑が立っています。そしてこのジャールでね、前スリランカ大統領はですね、こういう言葉を残しています。人はただ愛によってのみ肉親を超えられる。人は憎しみによっては憎しみを超えられないって、これはまあ、仏教のですね、一説でありますが、これを引用しまして、1951年、昭和26年の、サンフランシスコ平和条約、日本が独立を開始したですね、サンフランシスコ平和条約の席上に、ジャールで、ジャールデネ前スリランカ大統領は、日本に対して非常に、同情心のある演説をいたしました。これを記念してですね、中村元先生ですね、中村元先生は仏教の、日本を代表する、哲学者ですが、1991年ちょうど40年後にですね、この記念碑を建てています。そしてそのこの石碑の趣旨をですね、こういうに書いてますね、この石碑は1951年9月サンフランシスコで開かれた大変講和条約で講和会議で、日本と日本国民に対する深い、理解と慈悲心に、基づいた愛情を示された、ジャワール・デネ前スリランカ大統領に対して感謝するために建てられたものであります。そして、先ほども紹介しました、ジャワール・デネ、大統領のですね、ブッダの言葉に引用した、実にこの世において恨みに、報いるに恨みを持ってしたならば、ついに恨みのを止むことはない、恨みを捨ててこそ恨みは止む、これは永遠の真理であるというふうに書いてますね。